はい、今日もあなたと百姓天国。ふい。はい、ということで撮影していいのかどうかもよくわからないんですけど私一応喪主なんでね、今誰もいないんですよね。あのこんな感じでね、つい先ほどあの親父をきれいにね体拭いてもらって棺に入れてもらってね、あの今日の今まだ昼過ぎでね、今日の夕方5時ぐらいから通夜が始まるんですけどもね、こんな感じで、ね、まあ立派なもんで、私がお金払ったわけじゃないんですけどこんな感じで、まあ私は一応ね喪主ですから、今日から明日の、焼き場に行くまではねずっとそばにいてあげようと思いましてね、はい、こんな感じで、あのお店の人というかこの葬儀屋さんもねずっといるわけじゃないので、あの葬儀屋さんもやるべきことをやって、あの普段こうちょっと出かけますのでということでね、今この会場の中に私一人しかいないんで撮影していいかどうかもわからないですけどまあいいんですよね。まあね、こうなんて言ったらいいんですかね、面白いですよね、面白いですねって言ったらあれですけどね、こうあんまり近づくと親父が映っちゃうんで映しませんけどさすがにそれはね、まあね、皆さんもご家族あると思いますけどね、一番近しい人ね、ご両親あるいはね、奥さんやお子さんね、これがまあねこうやって順番通りに、まあ僕の親父もこれで90ですから全然ね大往生ですし、寝たきりがねもう随分長かったんで、あのよくよく聞いたら全くこうあのできなくなってから 2,3 年で、結局トータル入れると5、6年結構寝ていたわけでございましてね、だからまああのそういう意味ではね、ずいぶん長くね、姉貴が一番ね、そのために介護の仕事を辞めてね、ずっとこうやってくれてたんでね、ここは本当はお坊さんが座るとこなんですけど、今ね、私も30分以上ずっとお経をあげてたので、一応通夜に お坊さん呼んでるらしくて、一応ここはだから手を出さないようにしてるんですけどね、よいしょ、一応こうやって勝手に鳴らしたり。ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブツ、ね、まあ、4年前に私はお坊さんを、ね、寺を継ごうとしてお坊さんになろうとしたこともあるので、ある程度のことはできるんですけど、本当はね最近はこうやってあの電気が多いんです。本当はね灯明って言ってろうそくに火はつけた方がいいんですけど、まあなかなかね、いやまあしかしね、親父が亡くなってね、まあ正直私はもう本当に実家とはほとんどね縁がない状態で生きてきてね、まあなんでしょう、で親父とはねまたさらにこの縁がなかったというかねそうだね、本当にコミュニケーションしたことがなかったのでね、僕はだから何とも言いようがないんですけど、何でしょうという感じなんですよね。面白いですよね。だからまあでもね、自分ももうこの年になってきてね、これがまた多少30代とか40代であれば違うと思うんですけど、私ももうねこうやって60ぐらいになってきて、やっぱりこの死生観っていうのはねだいぶ変わってきてますよね。でやっぱり僕はもう何だろうね、こうやって自分の家族とこうやってねまた久々にお会いしてね、やっぱりその僕はもうずっと彼らから言わせればね、僕はずっとその何ですか、その親不孝者でねずっとやってきたわけですけど、
まあ僕は僕なりにね、自分を貫いてね、やってきたのでね、まあまあ、そこにはもうほとんど一切歩み寄れるところっていうのはないので いいんですけどね、別にだからね、それでもこうやってね、たまに来ると、こうやってお袋から罵倒されたりするんですけど、この年になって罵倒されるってなかなか辛いんですけど、ね、別にいいんですけどもね、はい。どうぞ罵倒してやってくださいと、確かに私は何もしておりませんのでということなんですけど、それでもね、こうやってね、自分にとってはそういう家族があったということね、まだもちろん全員死んじゃいないですけど でおふくろには言ってるんですよ、ね、同い年じゃないですか、でおふくろはもう親父が死ぬまではいけないって言ったので、これでもうね、今日会ってね、開口一番、ね、よかったのおふくろとね、これで間髪入れずいけるよなとね、ワンツーとね、ワンツーというこのタイミングでいけようとね、はい、みたいなことを間髪入れたらね、また例によってね、罵倒されましたけれども、ね、いいんですね、はい、まあ、その、なんていうんですかね、親父にとってはね、本当にいい人生はよくわからなかったんだろうなっていうのがね、思うところです。で、まあ、なぜ生まれてきたんだろうって多分ね、本当に思ってたんだろうなっていう気がするんですよね。で、こうやって最後行く時もね、よくわからんかったよなって、よくわからずに生まれてきて、よくわからん人生を歩まされて、よくわからず死んでいくっていうね もしかしたら、なんか親父はなんかよっぽど悪いことをしたのかよく分かりませんけど、でもね、こうやってこう、そういう人ってほら、本当に不思議なんですけど、結局おふくろはね、今日初めて聞きましたけど、結婚してしばらくはね、逃げてたんですって、もうあんな人とは嫌だということでね だってほら、鹿児島のあれですから、結局もう親が決めた結婚だからね。で、おふくろはどうしても嫌だっていうことでしばらく逃げてたらしいんですよ、何ヶ月か。それでもね、おふくろのお父さんが「いや、お前が結婚しちゃらないとあれは一人でどっかで野垂れ死にするぞ」っていうふうになんか言われたらしいんですよね。で、かわいそうだと思って、まあ一緒に暮らすようにしたみたいなね、そんなことだったらしいですけどもね。確かにそれはそうだと思うんですよね。親父はやっぱりおふくろがいなかったら多分ね、本当に健常者じゃなかったのでね、ありませんので、多分本当にどっかの施設に入れられて一生を過ごすという人生になった可能性は非常に高いですね。はい、まあ、今と違ってね、昔と違って今はちょっとおかしいなって僕もちっちゃい頃から思ってるんですけど、もしね、生きてる時に、もうちょっと今から10年前か20年前か、そういう施設に連れてったら、確実にもしかしたら隔離されるような精神病の人だったかもしれないんですよね。はい、なので、まあよくね、そんな中でも一緒にね、こう生きてくることができてね、だから親父は本当に運が良かったんだろうなって思うんですね。その分だから周りに犠牲と迷惑はかけたんだと思うけど、でもね、今朝、そのね、親父をこうやって家からこちらの会場にさ、ね、連れていく時に、おふくろがこう寂しいっていうわけだよね。いやー、そんなことないだろうと、さっさと行けと、ね、普通だったら思うわけじゃないですか。そう思わないんだよね。だからこれがね、やっぱり夫婦というものの何かというかね、奥深いところですよね。いやー、ちょっと僕には理解できないんですけど。だからなかなか一筋縄でいかないもんですよねと思ってね、あんなに寝たきりでね、小さい頃は喧嘩ばっかりしていてね、僕はそれが本当に不愉快だったんですけど、だから20歳を過ぎてからね、僕は14歳ぐらいからもう基本的に家の中に、もちろん家から学校とかに通ってましたけど、僕は完全に自立した感じで生活してましたから、で20歳でもう見事にね、大学にパッと出てから、もうそれから基本的には一切実家には寄りつかないという暮らしをずっとしてきましたのでね、まあ僕にはだから何もそのね、実家で起きてることとか、いろんなこういう歴史とかっていうのもね、
たまーに何年かに1回通って、あ、そうって言うだけでね、そんなことがあったのみたいなね、そんな感じだったんですけど、こうやってね話してるとね、多分親父は聞いてくれてると思うんでね、ただ意味がわかるかどうか知りませんけど、多分親父にとってはね、こうやって亡くなった方が楽だったんだろうなっていうふうにね思う部分はあるんですよね。この線香いいですね、長時間持つ。はい、ということで、よいしょ。ナムアミーダ仏、ナムアミーダ仏、ナムアミーダ仏、ナムアミーダ仏。はい、ということでね、YouTube やってると何でもネタにしようとするこの YouTube 根性は本当にいいのかどうか 私は農業 YouTuber なので畑のことを映すよって話なんですけどね、今日は畑じゃないので、ね、これを映しますけど、映してよかったのかどうか、上げてよかったのかどうかすらもよく分かりませんが 僕にはね、畑も葬儀もね、同じなので、別に違うものは何もないですよ。ね、みんな生まれて、そしていつかは死んでいくんです。ね。はい。その順番がね、いつ来るかってだけのことですよ。ね。だから別にどうってことはないですよね。そう思って、僕は今までやってきたし、これからもやっていくだけのことですね。最後の瞬間までね、こうやって頑張れればいいなと思います。はい、以上です。それではまた。